日本千葉県成田市三立課三立課は、千葉県成田市の大技。郵便番号は286-0111。成田市南東部の猫永は、木戸川上流域の分水嶺に位置し、炎山地区に所属する。周辺の小前屋、天童、木の根、香山神殿、大里、東三立課、岩山、南山、里塚、本城、西三立課、三立課五両。 三立か光が丘と隣接する。東側の大半の区域が新東京国際空港の敷地の一部であり、第一旅客ターミナル、鋭滑走路、誘導路、石油コンビナートなどの施設が置かれている。発見された原始古代の遺跡密度は低いが、馬場遺跡では旧石器時代から縄文時代初期の遺物が発見されている。もともとは鳥か薪の小技であり、 地名は理帝を表すつかの名称に由来しているが、桜城と日蓮州日本寺のいずれを起点とした距離を示しているのか見解が分かれている。1875年に下宇佐牧養城特攻市築城が開設されたことにより、次第に集落が形成されていった。成田市編入前は下羽生群演山村に属していた。成田空港問題では、 五両牧場が空港用地に供される一方、県の要望によって居住区は敷地から外された。三立家の住民らが居住する民有地は用地買収や強制収容の対象とならなかったが、三立家、芝山連合空港反対同盟の指導者、戸村はじめ作や北原派を率いた北原高地など、三立家闘争に参加した住民もいる。 1982年には342個が航空機騒音防止法の騒音区域指定を受けている。1985年の10.2例、成田現地闘争では中核派を主力とする空港反対派と機動隊の衝突が市街地において発生した。1986年7月1日に三立下一番地の大技が変更され、三立下光が丘。 三里塚五両、西三里塚の大技が新設された。1990年に千葉場の地下工事価格の上昇率が首都圏で1位となる。2017年10月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。三里塚桜の丘三里塚コミュニティセンター三里塚 第一公園千葉県道106号8日市場、桜線、ありがとうございます。